津田健次郎さんです。津田さん、どうぞご登壇ください。津田さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、津田健次郎です。よろしくお願いいたします。本日はお越しいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すみません、たくさん集まっていただいてありがとうございます。寒くないですか？あ、よかったです。いや、はい、もう早速優しいっていう。いや ね、あったかくなりますよ。はい、風邪ひかないでください。はい、今日はせっかく津田さんにこちらにお越しいただきましたので、はい、ご褒美リンツの体験をまさにここリアルで実施していただこうと思います。はい、はい、実際の体験イベントは録音データを再生してお聞きいただくコンテンツとはなるんですが、はい、今回特別に津田さんにこの場で生の声で実際に語りかけていただこうと思います。はい、よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。もうね、私も言っていて非常に羨ましい体験だなと思いますけれどもいやいや、実際に体験いただく方にご登場いただきたいと思います。はい、上山澄夫さんです。お願いします。上山さん、いらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。津田健次郎です。さあ、ではね、早速実際の体験をイメージした90秒間のリアル版ご褒美リンツを体験いただきたいと思いますので、ぜひ上山さんのソファーにね、お座りください。はい、失礼いたします。この環境でソファーに座るのもちょっと緊張する気がしますけど貴重な体験ですよ。そうですね、ぜひね、ブランケットもかけてくださいね。はい、あ、そうですね、寒いんでぜひぜひ、はい、暖かくしてください。それではお願いします。はい、今日は来てくれてありがとう。はい、長い時間お待たせしてごめんね。寒かったでしょ。まずこれをね、リンドールの僕の好きなミルクを、ぜひどうぞ。はい、これはいただきます。おいしいですか？おいしい、よかった。緊張するよね。すごくしてますおいしそうに食べるね。さっきまでは緊張してるみたいだったけど、ようやく気持ちもとろけてきたかな。ゆっくり味わって食べてね。仕事で疲れてるのに来てくれたんだよね。嬉しいな。でも頑張りすぎるのもいけないよ。たまにはこうしてさ、僕のそばで自分を甘やかす時間も過ごしてほしいな。甘いリンドールを食べて自分にご褒美あげる時間も大切だよ。うん、今の表情とっても素敵だね。リラックスしたからかな。ようやく本当のあなたに会えた気がする。僕の前では強がらなくていいんだよ。どうしてあなたといる時間ってこんなにすぐに過ぎていくんだろう。まだお別れしたくないな。でもそれは僕のわがままだから。もし甘えたい時があったらまた来てね。いっぱい甘えさせてあげるから。じゃあまたね。津田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう本当に私もそばで聞いていたんですけど震えますね。はい、ありがとうございます。いや、ということで実際にね、感想を聞いていきたいと思いますが、はい、上山さん、津田さんの生声いかがでした？もう本当にご褒美でありがとうございます本当になんかもう言われた瞬間ちょっと語彙力失ったんですけど、本当にかっこよくて、リンツも美味しくて、本当にいつものリンツの100倍美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。いや、津田さんもいかがですか、感想を聞いて。いや、恥ずかしいですね。たくさんの人に見ていただいて僕のちょっと声低いんで聞こえましたでしょうか？大丈夫ですか？うなずきがね、皆さんすごい。ありがとうございます。よかったです。はい、いや、本当にね、もう羨ましい限りだなと思いますけれども、これで上山さんもこのご褒美タイムで何事も頑張れそうですね。あ、もう何でも頑張ります。あと100年頑張りたいと思いますぜひ100年頑張ってください
さあ、ただ津田さんもね、こうやってたくさんの人たちの前で、はい、まあ、甘くとろけるようなセリフをささやく機会ってあんまりないんじゃないかなと思うんですが、実際に今回実施されてみた率直な感想どうですか？本当に恥ずかしいです。普段はなんかこうスタジオのね、小さいところでこうやるんですけど、見られてると思って。ありがとうございます。いやでも確かに本当に普段画面を通して見て聞いてっていう感じなので、はい、実際にこうね、目の前にして聞くとこんなに全身がね、しびれるんだなと思いますよね。はい、本当にしびれました。ありがとうございます。そんな、すいません、本当にね。さあ、ということでこれでリアル版ご褒美リンツの体験は終了とさせていただきます。上山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞご講談ください。さて、この後はフォトセッションに移らさせていただきます。その前に準備がございますので、一度津田さんにはご講談いただきたいと思います。はい、大丈夫ですか？寒くないですか？最後まで優しい。ありがとうございました。